今回はですね、まあ、以前に一度紹介をしていますけれども、Chrome OS Flex のね、話をしていきたいと思います。Chrome OS Flex というのはですね、えっ、ー、と簡単に古いパソコンですね、えー、Windows のパソコンとか Mac とかを、まあ、簡単に Chromebook ができるということで、まあ、Chromebook 好きの方はもちろんのことね、Chromebook にそれほど興味がないガジェット好きの方にもね、結構話題になっている まあ新しいね、えー、Google が無料で提供している OS になります。で、まあ今後無料でっ、ね、て、えー、まあ継続されるかっていうところはちょっとまあわからないっちゃわからないんですけれども、まあ以前からですね、クラウドレディって非常に,に似たサービスをですね、えー、Google がまあ買収をして、えー、まあ Google のね、サービスの一つとしてまあ提供していたんですけれども、まあ今回それをアップデートして、一応名前もですね、クラウドレディから え、Chrome OS Flex ということで、しっかりとね、Chrome OS っていう名前が入ったんですね。まあ、この辺が、やはりね、えー、クラウドレディというよりは、Chrome OS っていう名前が入っているところもあって、結構ね、話題になっているんじゃないかなと思います。あと、無料でね、使えるっていうことです。で、あと、当然ね、皆さんパソコン、古いパソコンってまだ結構家に転がってると思うんですね。やはりそういったものを、まあ、再利用できるかもしれないというところで、その辺が、ま、話題になっている理由じゃないかなと思います。 それではですね、まあ、今回は、まあ、一度紹介してますけどね、ざっくり紹介してますけれども、今回はですね、またいろんなね、ブログとか、あそういったメディアサイトでもこのね、Chrome OS Flex が結構扱われていたので、まあ、その辺の中でですね、まあ、古いパソコンに入れてる方結構多いんですけれども、私もですね、これね、まあ、以前に紹介したセレロンの B の730っていう CP を搭載した、調べたら2013年の パソコンだったんですね。これ中古パソコンで6,980円から6,780円で買ったんですけども、えっ、ー、と、約9年前から8年ぐらい前のね、9年から8年ぐらい前のパソコンに入れて、その Chrome OS Flex を使ってみたということです。実際ですね、まあそんなに早くはないんですけれども、まあブラウジングぐらいであればギリギリ使えるかなといった感じです。それではですね、まあ以前はですね、もう実際に起動した状態からやってましたんで、まあ Chromebook って起動が早いって言われてますよね。 まあそういった部分で、このね、9年落ち、8年落ちのね、しかもセレロンの CPU ですよ。9年、8年前でさほど性能が高くなかったパソコンに Chrome OS Flex 入れてどのぐらいの速度で起動するかっていうのをやってみたいと思います。でちなみにですね、これは本来ね、もともとハードディスクが入ってたんですけども、私はですね、SSD に換装してあるんですね。 で、この SSD もただ Amazon で1200円だから1500円だからね、本当に激安で買ったあの SSD なんで、そんなに品質のいいものではないと思うんですけれども、まあ一応そこだけね、一応 SSD になっていて、RAM は 4GB です。で CPU がセレロンの B の730ですね。それでは実際にどのぐらいの速度で起動するかやってみましょうか。スタート えっと、今ね、画面が出ました。実際何秒くらいかかったんですかね。ちょっとわかんないんですけども、後でここにね、あの、時計、時計って言いますかね、ストップウォッチ出しておきますけれども、まあ、そんなに早くはなかったかなと思いますけど、まあ、でも8年、9年前のね、パソコンっていうことを考えれば、まあ、そんなに悪くないかなと思います。んで、今ね、クローンブックめちゃくちゃ CM しててね、特に YouTube なんかで結構流れてると思いますけど、6秒で起動しますみたいなね。まあ、当然、あの、すごく性能がいいクローンブックであれば、 まあ、それぐらいで起動するかもしれませんけれども、まあ、なかなかですね、実際は、あの、今売っている Chromebook でも、6秒ではね、起動しないんですけれども、まあ、そういった部分を含めてね、えー、まあ、6秒ではないけれども、まあ、性能を考えれば、まあまあ、早い速度で起動したんではないかなと思います。ただ、これはですね、今、ログイン画面なんで、ここからいわゆるデスクトップといいますかね、えー、と、まあ、ホーム画面が出るまでどのぐらいかかるか、またやってみましょう。 それではですね、今パスワードを入れたんで、これで画面が出てくるまでどのぐらいかかるでしょうかスタート結構こっちの方が時間かかる。はい。まあこんな感じですね。やっぱりそんなに早くはないっていうかね。まあ当然今の最新のパソコンに比べたら早くはないんですけれども、まあまあ古いパソコンというところを考えれば、まあいいのかな。 それではね、ブラウザ起動してみましょうか。こんな感じですね。まあ、Google のね、トップページなんて何も表示するものがないんでこんな感じなんですけれども、それでは Yahoo のトップページ開いてみましょう。それではね、Yahoo のニュース開いてみましょうか。はい。クリックしました。うん。ちょっと時間かかってるかなっていう感じですね。それでは次のニュース。クリック。 うん。どうですかまあ、もっさりはしてますけれども、まあ、使えなくはないかなといった感じですね。はい。まあ、やっぱりですね、性能が低い、えーね、端末にそもそもあのインストールしていますし、もともとね、ChromeOS ってブラウザをね、使うための OS なので、まあ、これはこれでいいのかなと思います。そもそもですね、この ChromeOS Flex の目的っていうのは、 やっぱりその快適に使うというよりは、どちらかというと、やっぱりそういったねえ、使ってないパソコンの再利用、古いパソコンの再利用っていうところにあると思いますんで、まあその辺を考えればね、えー、そもそもその妥協してっていうかね、ある程度我慢して使うっていうことを想定していると思うので、まあこのぐらいの動きはいた仕方ないのかなと思います。あの当然ね、快適な操作をね、求めるのであれば、新しい Chromebook を買ってくださいっていうことだと思います。 それでは YouTube のね、えー、ホームページ開いてみました。こんな感じですね。ちょっとね、やっぱ YouTube になるとね、意外と重たいような感じはします。この辺のね、サムネイルの表示、少し待たされる感じありますね。こんな感じですね。まあ、ちょっとラムが4ギガっていうのが少ないのかもしれないですね。ちょっと待たされて表示されるという感じです。まあただ、まあ使えなくはやっぱりね、ないかなと思いますけど、 まあ快適でもないかなっていう感じですよね。ブラウザでね、マイクラやるのはなかなか厳しいですね、これは。こっちこっち。よいしょ。 で、前回ね、動画を上げたときに、この Chrome OS フレックスもですね、Chrome OS なので、更新期限とかありますかみたいなね、話がありましたけれども、これはですね、とりあえずはないですね。ないといか、ここに表示はないですね。まあ、そもそもこれ安定版って言いますかね、あの、正式に発表されているものではなくて、あくまでも、その、アーリーアクセス、あの、お試し版っていうことになってますんで、とりあえずそういった更新期限みたいなものはないですね。 まあ、おそらくないんじゃないかなと思うんですけれども、で一応今はね、この詳細を見ていくとチャンネル変更っていうのがあって、えー、っとね、安定版とベータ版と不安定ってあるんですけれども、これは今不安定版ですね。 通常はですね、販売している Chromebook っていうのはこのステーブルっていうね、まあ安定版がだいたい提供されてるんですけども、ただこれも自分で変更できるんですね。より早く新機能を試したい方は、ベータ版とかね、不安定とかにすると、まあ新しい機能を試せるっていうものなんですけども、とりあえず現状のこのね、ChromeOS レックスについては、えっ、ー、と、不安定ですね。不安定版というところになっています。まあただですね、これね、不安定なので、結構新しい機能が盛り込まれていて、今日ですね、起動したら、ここがね、 このランチャーがね、変わってましたね。えー、今までクローンブックってこれ全体がこうガバッと出てくるような感じ。確か前ね、動画作った時、そういう感じだったと思うんですよ。今までの普通のね、ランチャーだと思ったんですが、今日なんかね、起動したらね、この Windows っぽいって言いますかね。Windows だとここになんか Windows のマークがあって、押すとこんな感じでね、ランチャー立ち上がりますけれども、まあそれと同じような感じにね、なってましたね。まあなんかこうなるんじゃないかっていう噂はありましたけど、 一応ね、この不安定版、フレックスについては、このランチャーがね、もうすでに適用されているということで、まあこの辺がね、まあ不安定だけれども、比較的新しい機能をお試しできるというメリットも現状はあるかもしれないですね。えっとですね、あとやっぱり Google スプレッドシートとかね、そういった Google ドキュメント系のね、サービスを使うためにね、えー、やっぱり古いパソコンに c h r o OS 入れるっていうことあると思うんですけども、 結構ですね、重たいんですよね。やっぱりまあもっ当然ね、端末の性能に大きく関わってるとは思いますけれども、えっ、ー、とまあセルロンの B の730ですかね、えー。8年前、9年前のパソコンだと、Google スプレッドシートでも結構重たい感じですね。こんにちは。うん、なんかちょっとおかしいな。 ちょっとあんまりね、サクサク動くっていう感じではないですね。やっぱり使えないわけじゃないんですけれども。うーん。まあそうですね。使えなくはないけども、やっぱ快適とは言えないですよね。うん使えなくはないっていう表現が本当にぴったりですね。結構でもね、使ってるとイライラしますね。一応今度ね、Google スライドですけれども、そうですね。 娘のスマホと。そう。やっぱりね、あの、快適なはずの Chrome OS なんですけども、あんまりやっぱ快適ではないんですね。だからやっぱりね、古いね、パソコンにインストールできると言ってもですね、当然そのね、インストールする端末のスペックっていうのがありますんで、ちょっとそこにあんまり幻想を抱かない方がいいかなと思います。やっぱり古いスペックの低いパソコンについては、それなりの動作しかしませんので、 一応使えるケースは多いと思いますけれども、あの快適に使えるかっていうと全くそれ別の話なんで、そういった部分はね、結局ね、無料で軽い Chrome OS と言ってもですね、やはり同じですね、えー。やっぱりスペックが低いパソコンは動作が重いっていうことですね。 ということで今日は前回に引き続きまして Chrome OS Flex ですね。え実際に、えー、9年前、8年前のね、パソコンにインストールしてみて、まあ、前回は主にね、インストールして、まあ、ちょっとね、起動して使ってみましたよということだったんですけども、今日はですね、ブラウザでえ実際に Google スプレッドシートとかね、Google ドキュメント、Google スライドとかですね、あとブラウザのゲームなんかをやってみましたけれども、 やはりちょっと重たいですね。で、これはですね、その何年前の PC とかっていうことよりも、単純に、えー、性能が低い PC なので、えー、どうしてもね、軽いと言われているクローモイスを使っても、結構もっさりした感じ、えー、結構ちょっとストレスが、ストレスを感じるような、まあ、速度かなと思いますね。だから当然ね、8年前、7年前とは言ってもね、もっと性能がいいパソコンであれば、もう少し快適に動くでしょうし、 まあ、あくまでも今回試したのは、えっ、ー、と、セレロンの B の730っていうね、まあ、当時でもそんなに性能がいいパソコンではなかったと思うんですけれども、まあ、それに入れて使ってみると、やっぱりそれなりの重さと言いますかね、それなりのストレスっていうのはあると思いますんで、だからなんとなくね、さっきも言いましたけども、ChromeOS って、まあ、比較的軽いとは思うんですけれども、まあ、軽いね、OS なんで、そういったね、本当に性能が低い、本当に古いパソコンに入れても、 えー、結構サクサク使えるんじゃないかって思うかもしれませんけども、決してそうではないですね。だから当然古いパソコンの再利用っていうのはあると思いますし、まあ実際全く使えないわけじゃないんで、まあある程度我慢したりとかね、そんなに頻度がなくて、まあくまでも本当にね、まあゴミ同然って言いますかね、もう本当に捨てるぐらいしか、捨てるしか選択肢がなかったものを、一応ブラウザ専用機として使うということであれば使えなくはないんですけれども、まあそれなりにですね、ChromeOS で、 再利用したいっていうことであれば、もう少し性能がいいね、パソコンに入れないと、ちょっと快適には使えないかなと思いますんで、まあそこだけはね、まあ注意が必要です。で、実際ですね、あの最初ね、インストールした時は気づかなかったんですけど、どうもね、一部のハードウェアって言いますかね、あのマイクがね、使えないんですよね、この端末だと。で、まああの、マイク挿しても使えないし、内蔵のマイクも使えないし、 ちょっとその辺のね、音は出るんですけどね、あの YouTube なんか見て音はちゃんと出るんですけども、どうもマイクがうまく、あの、認識されてないっていうこともあるんで、まあこの辺のね、ハードウェアの対応状況っていうのもやっぱ端末によってはまちまちじゃないかなと思いますんで、まああくまでもね、Google が正式に発表したと言ってもですね、あの、完全にサポートしているわけではないし、あくまでもまあ無料で使えるっていうことなんで、まあ使えないからといって、 まあ何か対応してくれるわけでもありませんし、まあ使えなかったらそれっきりっていうところでね、まあ無料なんで、まあお試しで使うとかね。 えー、そういった再利用っていうことであればいいと思いますけども、あんまりね、そういった部分では期待しない方がいいかなと思います。で、またですね、これを使ってなんだ、Chrome OS 使えねえなってね、もし古いパソコンに入れて思われちゃうと、ちょっとやだなって思ったんですよね。やっぱり今売っている、しっかりとね、現在販売されている現行モデルの Chrome OS であれば、結構ね、あの Chrome OS やっぱりサクサク使えるし、非常に便利なところも多いんですけども、やっぱり今回これがね、すごく話題になって、古いね、パソコンにみんな入れてなんだ、すげえ思ってるな、使えねえな、これ、みたいな感じで、またね、 クロームブックのあの評判が悪くなっちゃうのもちょっと心配してるんです。けれどもまあ、なのでインストールするんであればそれなりのね古くてもいいけど、それなりの性能が性能のあるね。パソコンに出ることをお勧めします。はい、今回は以上です。それでは chromebook ってシャットダウンが早いって言われてますけど、おおフレックスはどうでしょうかね？シャットダウン。シャットダウン早いですね。